うまい、避けだ。うらっ、避けんだそれ。うわあ、見えた、え、当たらないか。なんでやねん、チーターですか、やっぱり。本日は、準決勝2組目ゼータ VS ファブですねの BO5 を見ていきたいと思います。はい、そしてカメラが映ります。高いのが怖いとかいう選手は嫌そうですけど、ここはコーチ、何やこれ、やだわからないなんだ。やだ言うてる、ナミカリさん、やだ言うて、長めやったな。拍手が巻き起こりました。あ、いたかかな、確かにな、雰囲気展開してた、はいはい、コメント欄いたかやったか、ラウンド以降は武器を背負ってたねな、最初。なるほどね。そろそろさ、でも黒羽さんのモノマネレパートリー結構やってきてるやん。まあ、囚人の方に、アキリとかなくなってくるんちゃう。まだまだいけるか、グループ戦とプレーオフ結構なくなってくるような。左上仲直りなし囚人、小西さんにどこ優勝と予想してますか。今回はね、リジェクト、リジェクト予想でした。試合が始まりました。ゼータディビジョン VS ファブゲーミング第1ラウンドの前半戦、チキンの見ていきますか。アイアムチキン、まあ、人によって追い方全然違うからな。流しながらカズネコ画家の姿をイース陣で捉えました。イースを2階建てに行きましたね。して段差で待つわけでもないカズネコとなっていました。うお、隠密決まるんじゃん。直江さんのおっしゃった通り、本体が来る可能性もあった、はい、ちょっと距離を取りたかったですかね。これ一階建てで索敵をしています。隠密ぶっ刺せるやぞ。ドリスの囚人が隠密をしています。ありがとうございます。ちょっと遊園地あるあるの初動にはなってますか。まあ、アイビー本体の視点での操作がやっぱ少ないわけですから。そうですね。隠密が叶ってしまいましたね。まあ、終点に流れてるんじゃないかと。まあ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 、全然こっからやからね。鬼没がたまる10秒前、こっからチェイス始まったら全然いけるから。いや、心理追いはきついな。3発殴りしなあかんのか。59でちゃんと耐えてる。もうまっすぐ走るだけ。いや、鬼没から一撃か。いや、鬼没入れずに一撃与えれそうやな。でかい鬼没温存。今回は鬼没のチキンです。ゲームを少し考えなければいけないはずでもありますが、ここで見たところ100まで溜まりましたが、乗れるね。じゃあジェットコースターに乗る隙を得ました。さあ1分半飛んでいくのは橋上に飛んでいく。解除はされておりませんでしたので、距離は取られる形となります。わあ、3駅目行かへんの偉いわ。もう解除しに行ってるだろうという読み、ああ、読みやったな、チキンさん。サバイバーの作戦がハマりましたね。それでもこの3駅目やってもイース陣ですぐ行けちゃうから、解除するメリットがあんまないよな、 IB 戦。ありますね。2駅目でとどめたね。でしょうか。いや、でかい、これマジでかすぎる。残せているんですが、なかなかダウンが取れない現状。驚異のクルタイムを待って、階段で待って、飛んできてもジェットコースターですからね。結構難しい。侵食の破片を弱くしていった。下ろせないか。どこ見てた。飛び出すことに成功した破滅。今の多分ね、面見せれたら下ろしてたと思うよね。いいショットですね。すげえ。実際の心理学者なんですが、しっかりとオブジェクト破滅さんの画面見たかった。アイビー終点方向へと逃げている心理学者に対して再び距離は取られている。圏内になかなか入ってくれませんね。はい、で終点何号機もあれ見せても意味なかったっけ。さすがに乗ったらキャンセル入らんか、スタンじゃないとダメか。ご平にも圧をかけますが、1階建ても上がっていく、橋上も引きつけているという現状。心理学者憑依のクルタイムは上がりました。没圏内に入っていきたい空間転送の使い方が60不要。いや、もう十分すぎるな。3.5 台まだ耐える。限界チェイス。心理学者のダウンですが、3分、3.7 台分。珍しいですね、鬼没でダウンが取れないという。やっぱ心理はきついな。来ますし、いや、チェイスうまかったわ。囚人の送電もありますから、はい、もうこの危機。そうだな、送電あるからな。なんとか止めたいチキンですね。そうですね。
イビー戦のチェイス力というのが刺さってんな。発揮されたファーストチェイスでした。画家絵描けてないけどどうするんやろ。もうこのまま行くんかな。画家もチェイスに入れます。人学者ですね。これ画家追われたらめっちゃいいよね。画家絵描けるんで足速くなるし、絵描きたいよな。広げてはいきますが、チキンさん目線絵描かれたくない。上がらないというのもアイビー側の辛い点でしょうか。シナミからによって死に学者も立て直しを図っていますし、はい、解読の手も6台目を回す手が今足りていますから、はい、いやゆっくりいくやな。ゆっくり飛んでいくんですが、新色転送のクールダウン中キボスでカバーしていきました。え、守れる死に学者は2釣り目となるんですが、守れるの暗号機はいかんせん残り1台、中陣が回しているというところです。ただ端上ですので寄せてるもんな。寄せれたと、はい、いうところでしょうか。たずなこの画家が始発から送電もしているでしょうか。そうですね。うわ、少しでもガン回ししていく。始発に向かせてはいきますが、その隙をついてしっかりと傭兵無傷救助再び果たしました。いや無傷いいね。特殊がないところ裏穂刺さってる。ただ仲間にないぞドリスさん。やつの画家の暗号機は 40% さあ橋上隙付いて回す。圧かけていくしなみさん。この動きがめちゃくちゃ嫌や。全然まだダウンじゃないからな。ただダウンは取れません。肘当て温存の方がでかいわ。憑依のクールタイムですし、この橋上の破片もしばらくでこの時間作るだけでまた新規が回っていくと。完璧すぎる。この始発のカズネコの解読が回っていきます。ずっとね、誰かしら一人がこのほぼ寸止めじゃないけど残り 10% の暗号機に圧かけてるから追い切れへんのよな。イース陣が始発に来たというのもゼータ全員としても分かっています。画家に脅威、ただこの画家もダウンが取れない。もう回しちゃってもうね。いうところでしょうか。98%うまい。でも絵描けるぞ。ちょっと通年のタイミングが難しくなりましたね。いや絵描けるのでかないか。置いとくだけで即死取れへんぞ。端上もずっと気になる。初猫は絵を描く準備ができました。ゲーマイ待機。端上の破片が2つってのはアイビー目線いいんですが、傭兵にうまく開けられないように。うわーやばい。ここは恐怖の一撃。画家は絵を上げれないか。囚人は送電でこの端上を回す。なるほどね。壊せませんからね。そうですね。うわめっちゃ丁寧に立ち回ってんな。これじゃあ傭兵救助か。画家は仲直りがあります。これワンチャン出てきた。チキンさんも2台数にする。新規の暗号機から送電していたことを分かった。4通は行くな。でも崩せる可能性あるよ。心理学者のダウンを狙っていくか。お、あーで通電。破片も椅子前ない。待機していました。救助していく。ゲート回もできる。破片ちょっと遠いよ。で画家絵かけてる。苦戦しているサバイバーが多い中で、いや絵置いてるわ。対応者ゼータディビジョン、まずは第1ラウンド4人通電からの開幕。うわ惜しい。を見ないように殴っていったんだ。フライホイールしっかりと合わせました。チキンさん惜しい今の。いい狙いではあったんですが、めっちゃいい狙いやったよ。ひじ当て一つを残し、ゲートへの圧を怠りません。終点はイース陣と守っているんですが、引き止めるか切れるか。裏穂なかったら当たってるわ。のタイムリミットどう使っていくか。アイビー鬼没があることはサバイバー分かっているので、やっぱアイテムのない人間はゲートによらず、アイテムを持っている人間が少しずつゲートを開けるふりをして、実はやっぱ引き止めるから。いや全員アイテムもあるもん。心理学者以外アイテムある。囚人も強電にあるしな。画家ええやし、傭兵肘当て、いやー死なへんわ。同時にはセットできないので少し苦しいでしょうか。ここでの飛んできたのに対して、ええね見せてね。これで侵食点数またなくなる。なんなら少しハッチ方向へ行かれているという現状。怖いね。嫌やね。終点のゲートは3割。ハッチ方面行かれたらもう行くしかないか。ゲート開放までのカウントダウンが進んでいる。鬼没の範囲でもない。フルタイム中でした。はい、見せれたかな今。70不要。70不要よ。すでに2枚イラストは使っています。これ画家やね。フラホないな。いやもうゲート回もできたわ。あー3人計画で丁寧に
ハッチに行くのうまいな。だから鬼没を打ちたいという。いやーこれ嫌ですね。笛。笛はさすがにできた。あぶねえ。笛だったかと。はい。ということでちょっと溜まっていましたね。いい笛。ここでガカのワンチャンに鬼やった。いましたが見事す。マジで安定してんな。で破滅さんのチェイスがうますぎたわ。初手隠密も刺さってたしな。さあゼータアルフ。オペラ歌手。これもう庭師多いなんかな。右下新スキボ。記者が左上。仲直りのないチェイス特化人格。空軍は庭式金髪採用。仲直りなし。菅井家あるので頑張りたいですね。さあもうどんどん見るためにレベルが上がっているアルフさんのオペラ歌手。楽しみですね。おっとここは珍しく。やっぱプレーオフの緊張感があるのか。だ結局距離縮まるよな。ただ一度離れていくネリスに対して、いやな、当てれるわ。いや今のうまいね。ネリスさんレベルになってくると今の跳躍に合わせて無理やり体当たりしてくる可能性あったんで、ちょっと余裕持って跳躍してると思う。板を少し離れたところで狙っていくが、ネリスもこの加速をうまく利用して板まで潜り込むことに成功しました。いや無駄がない、移動に無駄がない。板は乗り越えさせない。早いね。素晴らしい跳躍でのカバーでしたね。はい、マジ無駄がない。この板割りももうジェットコースターに向かうことはできませんから。練習も解放されている。いや跳躍めっちゃ綺麗。倒しとはなりました。あとは追走かどうか。さあパパのカゴ張っていった。ステイン各種もありましたが、うまくカゴを張って移動することに成功。鬼没レダウンかな。この秒数カウントするのやっぱめっちゃうまいよな。この板の手前にほんまミスないわ。アルフさん影をつけていなかったので、はい、乗り越えに対してすぐもう対応できるの鬼没だけだったので、まあ、惜しみなく使っていった。まあしっかりとダウン、まあちょい伸ばせたけど3釣り以上ある。追走したとしてもファーストチェイスかな。これは1分20秒ダウンやもんね。1分30秒とかね稼いでたら結構暗号機回るんやけど。ダウンを稼ぎながら向かってくるネリス。フェリックスは今回危機一髪はございません。え、これ救助間に合うかな。あ、庭師から間に合うか。庭師長体育、耐久めっちゃ長いわ。立ち止まっていきながらさすがにも避けないんだよ。ここは伸ばすね。いい信号銃。山盛り上がっております。こんなんあったっけ。初の演出、演出を組み入れるほどのファブゲーミングの盛り上がり。アルフによく銃当てたなっていう演出でしたね。そんなことある。板まで間に合っていき、入れるんや。ギリギリ読み合いにはなれず、ただダチョが向かってきています。ダチョさん来るんや。しっかりと跳躍をつなげて野人を下ろしにかかりますが、ここは跳躍つながりません。1ダメージ食らったらまずいですね。いやー強いね。どうしようもないかな。乗り越えられません。おー、びっくりした。野人が負傷となりました。キキパスはプロの旋回全員うますぎやろ。イワシも起き上がることはできませんでした。アッパイさん救助間に合わへん気するな。一度引き剥がされる形になっています。昭和スライディングの合わせ3名です。いや間に合うかこれ。4人通電を目指しに行こうとする動きは危険かもしれませんね。しっかりと隠れてバレんかったら救助っていう感じかな。いや直江さん、いや庭師耐久長いって。裏からバレずにいいルートですね。救助の幻影を出す。いや救助間に合うわ、余裕で間に合うわ。庭師すげえ。今回は記者も仲直りがない人格になっています。パパのカゴを3回、うわーうまーい。しかも板の間で閉じ込めていく。ここでの時間完璧や。え、回力めっちゃ回ってるよ。素晴らしい時間稼ぎをしているネリス。読み合い制せるか。うわー突っ込む。セントランゴキありましたが、うわータズさん来た。助けに来たの。いやこれ読み合い、もしこれネリスさんまた買ってたら4通いってたぞ。ここで野人の粘着できるの強いですね。これでアルフさんが急がなければ、うーん急がないね。
ちゃんと丁寧に下ろしてからね、釣り上げますね。当たる可能性を考えて、野人に鬼没とかは打ちませんでしたね。そうですね、うん、でこうなってしまったら逆に三不傷で瞬間移動も変えることができる。そうですね、めちゃくちゃピンチ、回せない、うかつに回せない。出たー、これはわからない、当てづらい。出たー、なんで決まるん、あなた入れる瞬間移動で、いつもアッパイの元へ、そのため攻撃、振り向きため攻撃攻撃でダブルダウンですから、かなり盤面は変わりましたね。ステインが見えへんから当たるんよな。ここから野人は騎士会社残っていますが、空軍も負傷状態、そしてこの 69% 回ってる、毎回ぶっ刺さってるよな。あれで板ぶち当てられたことほぼなくない。立て直し、はい、そして新規の暗号機で寸止めを作ることですから、かなり忙しいですね。そしてフェリックスの位置を見つけた、アルプのこのなんで板当たらんのやろ。能力の高さです。1回ぐらい当たってほしいの。中からマジックステッキで位置をずらしていきますが、この乗り越え駆け引き長期訓練によって、ヤナサターンか、そういやそうやったわ、ヤナサさんがやってたわ。あとは野人が相棒に乗ったのを見て、リッパーでやってたんやったっけ、えたの大きい、ため攻撃で板裏入り込む。そうですね、弾は取られなかったものの解読は進んでいないというのは現状ですね。野人もカバーにこざる。いや僕もレオでやるか、ヤナサターン信じて回せる位置ではありませんでした。特質が残り20秒で帰ってくる。終点の進捗も確認していきながら、起死回生を吐いたのは野人です。そうあれね、いやそう、ヤナサターンね、ランクまでやったらめっちゃ普通に板当てされるんよな。多分なんか質が違うんやと思う、ターンの仕方が違うんちゃうか。1ラウンドの獲得は確定していきました。ここからどれだけハブゲーミングとしては傷口を、質の高いターンをアルフさんはしてるんやと思う。うま跳躍、この端っこ、影の端っこギリギリに跳躍するんよな。すげえわ、早っ。ただこれであれば戻れるか、瞬間移動前さすがにフェリックスを持ち上げていくね。揺れ見つけるのも早いよな。徐々に徐々に視圧方面に一緒に運んでいきたい。意思改正を吐いてる野心、だってもう最強ハンターやからね。多分もう今止まって一瞬揺れ見てたけど、ある程度歩いてても揺れ見れると思うよ。早いですね、早いですね、抜かりない淀みのない跳躍みんな基本止まってね、揺れ見るけど安全に。場所が分かっているか、完全に分かってんの、ノリノさんやったもんな。ノリノさん、あの人歩きながら絶対揺れ見れるから。耳鳴り消しも強かったですね。一つ救われたダチョウでもありました。こうなるとまた立ち位置は大きく変えれそう。一旦今のでアルフ目線だと始発までの策的は完了しているんです。あの人マジボンボンで歩きながら軍需工場の試合やな、揺れ見えてたからな。この間に何ができるか、ユニノ、ノリノさんがプロ選手時代取った暗号機を触る負担はできましたかね。おっ、ただまあ野人が残っていると、この失血死活戦は強力ですが、あーまあそうやね、あのため攻撃の声出すハンター出さないハンターによってやっぱ違いはあると思う。レオめちゃくちゃため攻撃するとき、おーみたいな感じでため攻撃しますよって知らせてるもん。オペラ歌手あんま知らさへんし、ため攻撃、ため攻撃やけどためてる時間が若干短くてちょうどいい、やらさターンしやすいため攻撃な気がする。タイミングは狙いどころか、見えたぞ、これ見えてないか。アルファ終点側からの策的バレなかった。いや、ダチョウさんうまいな。視力の影というのは見えなかったようです。さあ、耳鳴り消ししたい。終点1階建ての裏から探していく。いや、出た、この策的。うわ、耳鳴りした。ここでしていきました。スピードがアップした、一気にスピードアップ。はい、いや先ほど相棒には乗っているクールタイム中、巣の読み合いで制するしかない。なんでここでもやらさターンすんの。それは痛ってされるやろ普通。さあ4連覇王者のゼータに資格なしと、マイクパフォーマンス待ったアルフ。
サバイバーも3逃げ、ハンターも4釣りとなるんでしょうか。そこスケスケなんやって、ハンターの位置めっちゃ見えるんやって。いやでも今のうまいな、今サバイバー目線から言ったら多分板でハンター死角になるような位置取りしてたんですよね。サバイバー、板、ハンターみたいな感じで位置取りしてたんで。ここで4釣り確定、第1ラウンド。いやーなるほどね、一瞬板出しが遅れるだけでやっぱもうなんていうん、もうサバイバーの真横におるわけやから、やらさ多分ありやな、このゼータをコーヒーさんが。そうよ、今日のスタダで言ったらファブのサバイバー相手に引き分け取ってゼータ相手に4釣りした。もうレオ環境です、レオの思い出か。まあまあ無難やな、この編成も。そして極限士航空エンジニアは室外機反射となっています。アンジャオキキパス持たせて工場に来い。第一ラウンド8対1。うわ隠密してる。獲得していきました。この第二ラウンドの前半戦チキンの。いやーもうやっぱこれさ、耳鳴り消しでされちゃったらもう無理よな。やっぱ野人強いわ。練習通りな感じする。あんな近いところにエンジニアおると思わへんもん。奥におると思うわ。オペラ歌手でさえ隠密できるんやから。野人の耳鳴り消しなかったら多分見つけれてると思うな。さすがに距離感で分かってるはずやわ。いい隠密場所。池江は上がりましたが誰も終えていない。いやーうまいな、仕方なく工場に刺さってんな。うわーこれ焦ったか。ここでいや刺さった向かってくる。うまい。あろうエンジニアを探しに来ましたが、うん、あーでも見つけれてないか。そうですね、チキンの脳内の索敵と少しずらされていると言いますか。うん、でまた耳鳴り消ししてんの。隠密のうまさですかね。いやそうですね、カズネコはそういう耳鳴り消し早ない。うわ今エンジニア誘ったような動きに見えたんやけど見えてなかったか。うわーぶっ刺さりや。もうだって1分半、しかも今回鬼没じゃなくて池江やしな。しかも極限勝利地獄か。小屋チェイス極限士、まあ鬼没読みするから早めに弾使ってくれるかな。ここは燃焼爆弾で跳躍もしづらくしていきながらの板の先倒しとなりました。ここまで散歩してからの向き突き消しというのは小屋ではかなり嫌な部類ですよね。そうですね、これ影消えるな。消える水素から。あーここも同じ影、同じ影入りやすいよな、吸い込まれるよな。池江は打ちませんね。ただここは残しておきたいでしょうか。うん、いや池の使いどころが難しい。うわー読み合い強い。我慢強い。強い、読み合い強いんやけど、なんでまた 3.5 台分ぐらいいってんのかな。も無理に上げ切らず救助に向かってきています。3台上がるプラス危機一発はおよそ2個、ここから入れれますから。そうですね、安定していますね。サバイバー指名手配は患者でした。うわあ、上下池か。救助を目指していきます。編集から距離を詰めていく。でも早めに救助来るんやな。救助前で余計な存在感をもらうことができないか、一撃をもらって。ああいいね。達成となりました。DD 取られないように離れていく。どうだ。読み合いには入れています。いやでも下見さん多いよ。この瞬発力がない辛さが出ています。ここ伸びませんでしたね。シナミの素晴らしい読み合いを制し続け、うま極芸師は遥か向こうへ。なるほど、池江が残ってるから DD 狙いに行ったけどシナミさんが結構怖かった。池江でしたね、耐えたなぁ。で、キキパス以上に稼いでいく。踏ませて。あー出たー出たー、この攻撃空振りさせてから伸ばすやつ。ダウンを取り切りましたが、絶対1試合に1回やるやん。池江があればここから暗号機を守る、ターゲットチェンジ、釣り回し。ブリスさんお得意のチェイス。もうこうなると振ってまんよな、振るしかないよな。
なくなってくるラインにはなってきましたね。いや指名でこの距離感よね。であればという。そうですね。なぜか当たらない。今は野人というね。死んでありました。99。うわ四通や。ここで水槽を元に通電はしていきましたが、このトリオリスがかなり近い位置つ。はい。室外圏反射での加速を持ってしても。オペラ歌手の加速を上回ることはできませんでした。おい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 、破滅の立ち位置も少し難しくなっている。ゲートを開けてはいました。それをこれが破滅さんか。まあ患者駆け詰め1個残ってるもんな。残り40秒使わない。あ使った、駆け詰め使った。ただどうダウンしたかは見ていない。いやそうよな。いや普通端っこなんよ。端っこにダウンしてないんよ。親側でダウンしているドリス。破滅さんの動きが気になる。もうゲート解もしてるわ。ただそっか、これで破滅さんが終われるんやったら治療できて3逃げなんで、で持ち上げのやったら患者がゲート開門と。この第2ラウンドも完璧や。果たしていきましたゼータディビジョンです。今回は何やろ、ドリスさんのチェイスもいいんやけど、抑えますねゼータサバイバー。立ち回りがちやな。エンジニア即追いされたらまあ引き分け以上は普通に取られてたと思うんですよ。いや耳鳴り消しぶっ刺さったな。ねえあのドリスさんのあの板前の攻撃空振りからの板乗り越えのあのチェイスはね、どうなんやろ、ため攻撃したら下でなんか普通に板乗り越えちゃうしな。なんかサバ有利の読み合いに感じてきたもんな。さあどうかな、どうかなこれな。だってこれ前半でまた3逃げしちゃってるもんゼータサバ。キーパスは傭兵のみ、フライホイールはポットショーとなっていました。室外圏反射2つでしたね。第2ラウンドの後半戦見ていきましょう。ゼータアルフ、フラホはポットショーのみか。3ゲート方向へと向かわせていきますが、ここにいるのは傭兵のダチョウです。やっぱアイビーいいよね。この隠密できひんから強いよな。あれでも知ってたの？これ月の学校にゼータ隠密し決まってたの。基本でもアイビー戦でアイビー相手に隠密って無理やもん。いや見てると思うで。だって引き分けでいいってなったらアン出すやろ。いけやん。全然勝ちに来てるもん。後ろ見れへんからこそね。ためらわせるような動きしていきました。えここからネリスのマジでネリスさん行くいますが、なかなかマルチタスクな、もうすごいな。58付与した追い方おもろ。魔曲ゲシのがチェイスは嫌か。あ一瞬姿見せたね。かなり付与されていきました。なら一撃鬼没からと。一撃目この70イニシエの面だけは当たっていけません。どうさばいていくか。ホットショーはフラフォアール見ないと殴れません。よっしゃいいな、立ち回りうまいな。これで傭兵が冷静に追っていきます。解毒圧かかっちゃった。ホットショーの憑依クールタイムまで間もなく。しかも距離は離されないようにちゃんと流してるわ本体。ただ板先出しすれば、いいね。表意中のシャアを狙っているようですね。そうですね。いや距離詰めて。確実に骨董ショースト。素晴らしい。いや2分稼いでんねん。泣いちゃったはずなんやけど、曲芸師も追いながら流れるように骨董ショー行ってるっていうのもあって。そして結構やっぱアルフマルチタスクな追い方をしてまーせんな。だってフェリックスさん工場までチェイスしてたのにここまで戻ってきてるってわけやからね。めっちゃ散歩してるよ。で傭兵にも圧かけてるから、これ一人で動き圧かけられずにここまでチェイスしてたら多分3台分いってる。多分っていうかもう3台分もう上げきってるわ。やっぱ立ち回りがすごいな。骨董ショーセカンドチェイスのチャンスができています。ライホイールはあるショーも十分にあります。ただこの100への無慈悲な一撃、早いね。何もできません。いや精度高いですね。強いわ。単行者であればっていうところ。ちなみに僕はアイビー使えないです。ちょっと分の悪さは出てますね。やりたいことはやらせてもらえていないような印象があります。
カスタムで一回触っただけ。どこにシャアのボタンがあるかも知らん。溜まってるやんという場所で、でも大会見まくってるから立ち回りは分かってるんで、いけへんかな。このアイビーの怖さでもあります。救助に来るのはアッパイ。まあでもそうやな、レオ使えるからいらんか。採用となっている国エンジニアですが、似たようなもんやしな。面だけはかわしていきたい。かなり椅子前怖くはなってくる頃、80まで溜まったぞ。まずいか。もうやばい、やばい、それ救助かれるか。一撃後の引き寄せ。あ、救助できるか。アイビーに引き寄されていく。ただそれでも国エンジニア救助は達成、ネリスに託されました。回復回ってんの。ただここを伸ばせるか。これは耐えたね。いやー、もう仕事させない。それでも骨董賞のダウンを取り切ります。うめえ。楽屋では拍手が起こっておりました。シャア避けさせないですね。まだ救助狩りにならなかっただけ。いや、そうですね、最後のね、望み、一路望みを託したサードチェスだったんですが、本当に仕事させてもらえなかった。凶暴ね、1振りでも間に合わへん可能性高いらしいね。2振りやったら、まあ救助狩りだいぶしやすいっていう感じやと思う。スターン入れる時間は完璧やったと思うな。98で殴ってたからね。そしてとどめのイニシエの面当てていきました。セカンドチェイスも終わりましたね。残り 30% でキャンプ状態に入ると結構半無限ループ、ね、いやー回せんで、全然回せんで、これマジでかなり辛い。あ、今の見んかったの。椅子は使っていなかった。まだまだ強い椅子が残っています。で、また生成しまーす。1% しか回せん。再び憑依。あらー、逆に溜まった。いや、耐えれる。爆弾は残っている。ただ白爆弾やったら一撃入るか。なぜ普通に読み合い勝つんですか。一撃は入りました。エリックスもよく当ててはいったんですが、衝動やな。振ってたな。ため攻撃加速で一撃。一度誰も釣られていない盤面は作れている。三浮上。残り 25%。救助圧かけていたの素晴らしかったですね。そうですね。さあ、侵食点数は溜まっております。即死コンボは入る可能性がある。エンジニアはやったら大丈夫かな。ああ、まだ3人ともアイテムあるから一応即死はされへんね。ちゃんと構えながらいってるから、うん、ちゃんと耐えてる。ただーキーボーツー、さあ破片壊してる。でももう一個破片残ってるぞ。コンテナの暗号機引き継ぐことができません。そうですね、新規も回し始めたのも今と。しかも新規回されても全然ええからな。誰がダウン取られているっていうのは、そうですね、ちょっとレオの思い出、やっぱ広いマップでもありますからね。そう、ダツさんの姿も発見、アッパイさんの姿も発見していく。破片は1個残ってる。破片を壊してる時にまた破片生成されるからな。どうだ、傭兵には29不要。アッパイも安易にこのエリアに入れない。いやー、もう無理やって。逃しません。対空は先ほど98、うまい。あらー、スター入れた。その先に西の面、恐怖の。いや、もうタイミングがうまいわ。まるでレオのパペット触りに来たタイミングで移動してるかのよう。そうですね、丁寧ですね。しっかり侵食度が溜まってからね。ようやく手かかりましたが、エンジニアは転送して即死。救助に来るのは傭兵だちょ。実質レオやで、ね、だから結局レオ。左下のワイプでハンターの方を見ないようにしながら、いつ前に向かってはきますが、遅く飛んできた時点でほぼ4釣りか。タイムリミットは刻々と。いややね、恐怖も怖くなってくる。エンジニアも飛んでしまう。うまい。その中で完璧や。素晴らしい球場を見せました。いや、素晴らしい。新規の暗号機も 50% まで回った。このアッパイ、飛びのアッパイさえ耐えればパペット6個まで出せるレオ。そうか、こいつ、そうか、存在感マックスのアイビー相手、パペット6個出せるのと一緒なんか。え、盤面、え、このマップ内に破片5つ生成できるやったっけ。なかなかこのアイビーから逃れることができません。しかも初手から全員に破片生成して移動できるもんな。侵食転送はクールタイム中。
27の不要でなんとか耐えている。67まで溜まった。こんなイース筋みたいな早い策的できひんぞ。まだまだ時間はあります。ハッチはなんだこのキャラ。前側たどり着くまでには少し距離があるか。うわ、当てていく。24の不要、もう後ろ見れない。フライホイールがありません。いやー、四釣りやうますぎる。ゼータディビジョンハブゲーミング2ラウンド連続の8対1となっていきます。いや、パブもやることやってんな、これ。やることやってこれやもんな。マジ立ち回りうますぎるわ。あ、出てきた出てきた出てきた。ありましたし、ラウンド出てきた出てきた。はい。どう？みんな見える？サングリアとアイビー抜きでの。はい。見えますか？そうですね。ちゃんと出てきたわ。みんなお待ちかね。怖いというキャラ。なんて？下ブレが存在してしまうキャラ。なんて？まあ天秤にかけて。なんて？データとしても結構早期決着じゃないですか。聞こえへん。データですよね。はい、そうですね。みんななんて。はい、次が第3ラウンドか。マップ中華街。みんな来たよ。欠かせなかった番ですね。頭のいいカニさん320円スパチャありがとうございます。はい、ファンスありがとうございます。いえいえ、全然全然。いつも通りよ。笑って。ここで取ってしまえという。3つの救助キャラクターを順番に使っているという。心理学者。スクショタイム。ちょっと魔女に怖いですからね。ビンク。はい。ちょっと忍者の裏目があると。ちょっと壊れているようなバンピックにもなってるわけではあるんですが、そこにチキンが乗るかどうか。この編成だったらワンチャンレオ行くぞ。そうですが。そうですね。光っております。いやインジャー。僕そろそろさ、いや、イタカの UR 来たやん。方がやっぱり自分としては自信がある。インジャの UR 次来てほしいよな。めっちゃかっこいいの作ってほしいわ。インジャ全部かっこいいんやけど、ちょっと髪型変えてめっちゃかっこいい UR 衣装作ってほしい。レオは侍衣装、これ一生言ってる。ちょっと落ち武者みたいな感じで、いや、ちゃんと髪の毛生やしてほしいんですけど、ちょっと肌が若干見えてる感じの、ちょっとボロボロの侍、ボロ侍作ってほしい。さやさやからプシャギーンみたいな感じのモーション作ってほしいよな。瞬間色作用。第3ラウンドの前半戦始まってまいりました。チキンの忍者パズネコバッツマンの姿を捉えてはいそうですが、追う先は破滅になるか、はたまたドリス昆虫学者の方向を探しに行くかですが、まずは少し成長していきながら、つなぐ先も丁寧に選んでるようにも、かなり考えたな。少し触っていた足並みの暗号機も混ぜたんですが、ちなみに電極がつかないということで、はい、誰も触らない。うまく誘いには乗らず、誰も飛びつかず、お散歩させて触らない。ここはここまでの2ラウンドと同様、やはりまた散歩させんの？でも瞬間移動なんです今回。ところでしょうか。まあ今までただ繋がれてない暗号機を回してるんで。問題なしング。ヒントもないし、中華街の建物策的ってもともと難しいですからね。そうですね。耳鳴りはずっとしている。シナミもあえて近づいて鳴らし続けている。いや、うまいな。耳鳴り消さへんねんな。ここでようやく途切れておりましたけれども、まあ、2階ではないと歩みを進めていきますが、これ回せんのかドリスさん。昆虫だけが回せんの。繋がっていない暗号機をドリスが回しているようです。飛びたくなる気持ちをちょっとこらえてますかね。でも色誰もついてない。やっと触った、やっと触った。かなり時間はかかります。昆虫飛んでもな、結局奇跡2発当てないとダメやしな。みんな触り始めているよ。やっと触り始めた。いや、もう1分40秒経過よ。一発も食らってないよ。あー手前に当たってしまいました。もし、しかもフラホ使ってない。今回フライホイールを唯一採用しているバッツマンがチェイスを引いています。もう存在感勝手に溜まった。存在感は1つ獲得。ここから帰宅再臨でどうダメージを引いているか。虫来てないこれ。
うまっ。いやーで虫が強い。そこでいる完璧や。中学者の補助です。まだ攻撃が入らない。素晴らしい補助が入った。うまい。ここから奇襲のサイレン。それでもダメージには繋がらなかったものの、奇跡でやっと一撃やん。 0.3 ダメージ4人負傷。苦しい絡んでますから、1.9 ラインは目指せます、ね、もう2分半経ちます。サイリーム使いました。瞬間移動は使ってないです。瞬間移動が刺さらへんねんな。まあ、切られもうバレてるわ瞬間移動。先に変えててあげようというドリスの狙いでしたか。うん、チキンも繋ぎ直そうという狙いをしていましたからね。いやでも瞬間移動使うしかないんちゃうかな。これどうなん。でも刺さらへんか。ドリスさんのところトンネル飛んだところでダメか。もう一回行くの。うまっ。完璧。体力器を触っていた破滅が再び狙われていきます。うまい。ここでの2分配 0.9 やな。 0.9 ダメ。エンジニア一等開始。今回室外圏反射の航空エンジニア飛ぶか。で大きく距離を取れました。やっと瞬間移動。試合時間3分経過。持っていくのは先ほど色を変えていた昆虫学者です。いやスタンうま。壁に当てて足元に埋ませていきました昆虫学者。いやあんま決まらんな。 0.9 が2名という形。少し立て直しがしづらい状況でしょうか。はい。でこれやカイロ繋いでるよな。回数しか立て直せない。そうですね。トカシが 1.5 と。はい。まだ分からんな。めちゃくちゃ試合時間稼いでるけどまだ分からんぞ。時間移動以上に手広く守るような。そうですね。全体負荷型を狙って。昆虫これ回復せえへんのや。もう解毒マスクも来ているので。はい。解毒バンバン回すな。こっから解毒早いで。ハンターはどこで回収し崩し始めるか。そうですね、そろそろ崩し始めないと解毒の方が早くなっちまうという、はい、うわこれでも3連続3逃げ見えてるもんな。上からこの初動はさすがにやばい。ここは早めにもう反応していました。まずいです。唯一 0.3 しかもらっていないカズネコが。そうか、一番割れても問題ないバッツマンか。これドリスが負傷すれば立て直しもできるということで。うまい。避けだ。すでに動いています。フラッフライホイールで対処。避けんなそれ。うわこの乗り越えも完璧に反応。いやマジで分かっている。全部避けた。いやとんでもないですね。は足元への奇跡。フライホイールないんですが怖っ。さすがにこのスタンは取れませんでした、はい、5発ぐらい打たせた。負傷は広がっていくもののドリス破滅ともに立て直しができる体力になりました。ここまでそうかドリスはまだ 0.9 ダメぐらいやったんかな。下身を狙っていく。いやうまい。時計は振る。崩してる。ダメージはいやこういう立ち回りするしかない。もうここまで伸ばされたら当ててる。あるぞこれ当てたら。うわ避けたしなみさん。運命公開しではありますが、まあどんなダメージをもらっても一等会社負傷、ダウンをします。はい、いやでかい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 けど言うて昆虫回復間に合ってるからな。でエンジニアも治療入れるんか。丁寧やね。これが初釣り一等公開しまあ一歳期は長い。そしてエンジニアの立て直しも終わるので、まずいとも時間を稼げるだけ稼げたし、はい、完璧。治療早すぎ。今の状況はいいですね。以前間違いないですね。致命手配がついていくのはカズネコですが、この暗号機を上げてから向かってこれるか。救助に来ているのは破滅航空エンジニア。対空飛行機具ともに残せてはいますが、いやーちょっと負傷状態が全然広がってないからな。きついな。もう一回救助普通に行けるもん。救助達成。ただいやでも当てるわ。すげえ。危機一発ありません。避けるね。避けるね。試合これうわ危機一発ないから即ダウン取れたら美味しいのに。素晴らしいステップでかわしきった。稼ぎ切った。ドリスの元へと飛んで。いやマジか。今の殴れたらめっちゃでかかったぞ。ドリス。え？牛で耐えた。なんで？読み合いになってはいきましたが、なんとか制していったチキンとなりました。瞬間移動のクルタイムは残り10秒。シナミは宝箱を漁っています。何を出していくか。残り1台まで行くな。ここは観客の香水となりました。このダメージを忘れることはできません。暗号機は3台上がり、2台が1台は上がっていく。残り1台が 60%50% という。さあしなみさん終われ。このしなみは2釣り目。チキンとしても狙いたかったサバイバーを見つけてはいった。いやーサイリン当たるね。ここでのダウンとなります。さあ飛び角ができた。この救助で通電はしていく。そんな進捗、まあ、瞬間移動は上がっているので勝負を通電前にするのか
いや通電後やな、ここで瞬間のは使えへんわ。ドリス破滅両名で向かってきています。ただドリス選手は近くの暗号機を引き継ぎに、いやいい対空です、距離縮めれたな。対空からの飛行機具で距離を詰めていきたいが、この距離での一撃瞬間移動できないが、うまー、サイリンフライホイールはあるが、いや惜しい、救助は達成、あばら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 、色をつけて、マジ釣れる、すげえ。この一等航海士を守ることはできませんでした。飛んだ。レーダーディビジョン3人通電となりました。え、すごいわ。ここでようやく一人を飛ばしての通電が、あの初動やで、この飛ばせんの、第3セット、足を止め、当てんの、うわ惜しい。フライホイールはありません、今回の。え、チキンさんやばい。でもこの3分パイが強く生きているようにも感じます。電色がある状態での通電でした。はい、こうなってくると全員の電極が取れたので、ええ、暗号機、ワンチャン3釣りいけるか、4は無理やと思うけど、瞬間移動というものが重くのしかかりますね。ヤクゲート開けているドリス、唯一色がついていた、ここはしっかりと狙われて、いやあるぞ、足を止めて確実にしっかり2つ当ててね、読み合いにならず、あかんかんかん、いやペース上がってきましたね、一気に仕掛けていく、いやこれ守りきれるぞ、回収しきれるか、チキン3まであるな、忍者の強み、逆ゲートまでたどり着くか。ただこれ初釣りなんで、かなり解放は遅いです。諦め手を離していきました。うわー、このね、この盤面ハンター難しいよね、1人絶対救助を圧かけに来るの分かってるから、耳鳴りさえすれば3釣りやけど、ハッチは近いんですが、ハッチが、さあ遠目、スタンスでは音はするのでサイリンも怖くはなってきますが、まだクールタイム、こう無理にゲートの方に向かってったら救助されて、で自動的にこっちのゲートも開く可能性あるんで、忍者戦は強気にいけへんよな。35秒です、ゲートは開いていく、いや飛ぶな、これ8逃げで引き分けか、バッツマンの動きが難しい、作敵次第ですが、耳鳴りはならない、いやギリ空いてるからね、一気にサイリンで向かっていくんですが、この耳鳴りは、いや引き分けはすごい、カラスが待った、ただサイリンはない、ハッチで待機していたカズネコ、いやどっちもすごい、苦しい、いやでも引き分け取ったチキンさんすげえわ、切ったぜーた、絶対3人やと思ったわ、チキンさんやば、アルフさんの得意キャラである、あんだけ COA でも出しまくってた芸者が出てこうへんな、まあ、この辺すら出せないとして、引き分け以上、汎用性高いですね、サバイバーみんな、クマ、おお結婚者、うわいい変、はい、いいなクモは、なんか4人通電されたとしても糸さえ溜めることができてたら、その幽閉振っとけば、まあ瞬回のも間に合うしっていう、結構難しいところだったと思います。いやアイビー許しダウン取って前包みから瞬回のもできるしな、あると思いますけどね、どうしても先ほど4人釣りかなり引き分けが狙いやすいって言ってた、で編成的にも雲悪くないから、はい、さあ人格裏のカードを引き止める一応を持ってきているハンターです。なるほど、危機一発は傭兵が持ち、信号銃とか撃たれる読みかな、距離離されたらやっぱ追いつかないんで、まあ、ですよ、だってアイビーバンしてない、そして左右3人って正直握手ですもん、はい、糸が100あって幽閉あればほぼ分け取れるらしい、なるほど、でも糸100溜まる前にやられる可能性あるからな、100って100秒間稼がなあかんから難しいよ、今回踊り子は室外圏反射ではなくフライホイール採用となって、ギリギリで糸使わせながら通電狙うからね、サバイバーも加速がないのでホテルにまでも向かえないですね。そうですね。オルゴール先置きしていく。ここでクモ糸を使っていく。無理やり殴りに。わ当てれるわ。はいや。糸の読み合いにもなりませんでした。糸加速使うタイミングが。うますぎません。池江も考えると踊り子もあまり距離は取れないか。いいタイミングで青のオルゴール張りましたね。いや池江刺さらん、池江刺さらん。刺されにくいぞこれは。半高速相手、いや乗り越えたら終わってた、フライホイールは上がっている、あー糸加速入らんかった、これな入らんねんな、そうですね、体なんでここスリムなるんやろ、あうまっ、加速をキープしたまま、あとはフライホイールとの読み合い、はぁ
抑え振りに反応しきったフェリックス。完璧よ。ここは大きく盤面が変わり、あんだけフェイント入れたのに。三加速いけ、もうめっちゃうまかったのに、フェリックスさんすげえ。マジ？加速で立ち向かっていくアルプではありますが、フライホイールはもうない。え、すげえ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 。前でのこの踊り子相手、なかなかダウンが取れない。え、すげえ。うま。そしてこのオールゴールをつなぐようなチェイスルート、振り押さえ、キラーのうまい。フェリックスがこのステージで待っています。マジで？攻撃手段もうなくなりましたよ。糸ない糸ない。 K が再び残り40秒で溜まるというところまでチェイスしきっている。えぐ、ここでリード即しまったなしやったのに。いや、晴れない。俺が変える。アルフレさんのあの強みである読み合いが、そのような思いのファーストチェイスにも見えました。ここで打ち破ってくる。ここで踊り子のダウンです。今まで全部読み合い勝ってたのに、相当遠いと使わせて、究極の読み合い制したフェリックスさん。下が地下ですか。そうですね、地下か。なんで地下に行くんやろ、上手い人って。ありましたけれども、ダチョの傭兵、そしてアッパイの極芸師が近くで待機していたというところではありましたが、名前さん、はい、ただそれいや僕もね、結婚者使ってたから分かるんやけど、そう、なんか板の残っていますし、何この板出された後にさ、板に糸を張ってしまうとマジで加速入らんのよな。素晴らしいステップでかわしました。ここから守りに行くかどうかですが、全然入んないっす。だから結婚者ってね、お尻側が多分判定広いんかな。めっちゃ体すり寄せたら入るんやけど、なんかお尻を板にぶつけるような感じでやれば糸加速入るんやけど、普通に顔面からいったら加速入らぬな。板のところに貼った糸加速が入ればまた話は変わってたね。普通に3加速で一撃入ってたと思う。作れたという形にはなりますが、そして現在雲糸60なので、こんだけ体でかいのに、もっともっと溜めて通電後迎えたいのがハンター目線です。そうですね、救助に向かってくるのはネリス。今回仲直りは全員あるため、通電時の事故といえばもうこの雲糸を狙うことですが、信号銃で通電もできると。そうですね、いいところですね。信号銃も温存してか、使うことなくステップでかわしました。どうや、いやこれさすがに3逃げめっちゃ目指せるな。信号銃もあるもん。3人逃げまでしっかりと取り切れるか、パブゲーミング。さあ少しでも糸を貯めたい。救助は達成。ここ当てていく。さあこれで通電か。さあ糸は90、どうでしょう。ゲート前待機もできてます。それでもこの踊り子に対して距離が詰まる詰まる。早すぎるって。おい、なんなら落下攻撃になったことによって攻撃構築なくなってもだ。フェリックスも落下加速を早く入れたい。そうやな、踊り子もね、落下加速入るからワンチャンってんけどな。クモ糸の加速やっぱとんでもないですね。引き分けとんのこれも。50クモ糸の量を貯めた状態でゲート守る。マジでこれ分けとったらやばいよ。捉えれない。ここで向かっていく傭兵ダチョの位置、肘当てを使って、もう無理やって、そんな行くことはできていますが、完全逆。いやーハッチある。いることはできていません。いや肘当てなし。残り70秒です。当たらない。糸ないよ糸ないよ、これやばいって。まだ3人ある。チャンスありますよ。まだ3人ある、全然。めちゃくちゃ3人ある。このギリギリのところ綱渡り、繋がっていきます。アルファ何としても引き分けを取りたい。加速2つを入れていきたい。3人か。ここで入れた。かなりサバイバー有利の読み合い。もう吐き狙いですよね。とりあえず 0.5 の風は狙ってきますから。0.5 は絶対。キロ目あと40秒やし。そこの勝負です。かわすことができれば、あとはダチョはハッチに潜り込むだけ。ハッチ開いた。引き止めるが切れるまで残り35秒。ハンターのタイムに。サバより。参加者開いた。糸吐きミスったら終わり。そしてダチョに全てを託したパブゲーミング。祈りながら、静かに固唾を飲みながら、この一瞬を、この一瞬を追いかけて。サバイバー目線。サバイバー目線。静かやった。とても静か。参加者で一気に仕掛けていった。うわすぎる。逃さないアルフ。いやほんとここ一発の勝負。すげえ。信号銃も残ってて4人通電やで。そこにも
勝てんねんから。したんだけど許してくれないんだ。すげえ、はい、ワンチャン恐怖でも板乗り越えたらハッチいけないかな。無理やね、3加速で攻撃入るから無理やわ。3加速入ってなくて板乗り越え行けてたらいけたかもしれんけど、3加速攻撃はマジ攻撃構築短すぎるからハッチまではいけんな。不動不屈ないと結婚者以外でも無理そう。でもレオなら攻撃構築長いからいけそう。なんでレオだけピンポイントで来んねん。かわいそうやろレオ。いや4釣りするしかないよ。うわーフールズか。フールじゃないわ。フールじゃねえよ、ろう人形や。人格どうするんやろ。こういうまあ基本多分この展開4したいから4釣りしたいってなったら右下イケイで行くんかな。あ右下感謝なんや。オフェンスのみが持つ形になりましたね。危機一発。さあ第4ラウンドの前半戦、さあ来る。データディビジョンは3逃げを果たせばその時点で勝利となります。感謝採用か。妻子おるんやね。いけんじゃないの。はい、感謝バレていく。窓の乗り越えはできますね。あえて残したかなこれ。窓越しに29秒となりました。今だった。ここで窓枠が封じられたことでかなり苦しかったんですが、あ97いいね。97で止まります。感謝での足の遅さというのが少し苦しいか。一撃もらってここで殴られると2連撃というのが容易に果たされていきそうです。さあただ減速、減速オルゴールからの、いやゼロまで行くね。結局ゼロまで戻されるか。うわ嫌やな。これ2個置いてる。え2個やんなこれ。死者もね強いんですけれども、もう同じ速度で歩いてます。あらあらあら遅っ、一生追いつかない。おっそ、いたまりおっそ。待っていく間に破滅は距離を取っていきますので、もう割ってる暇はなかったかもしれませんね。いや強すぎますね。3個置いてたかな今。逃げ込まれたりもしていくわけですから。いやそうですね。76まで上がっていきました。おっせー。で100しっかりと固めきで小屋行かれちゃうよな。ああまあそっか、小屋感謝置いてあるから戻らない。窓枠を封じるのも分かっている破滅のチェイスルートしっかりと。いい、いやこのルート押さえたらもうあとはダウン取れるわ。でも感謝チェイスは伸びている。伸びてますね。須貝剣でまた距離伸ばしていく。そろそろ立とうかというところ。感謝なのでこの、おいまた3台分すんの。はい限界値つきました。さあダウンチ選んでいく。体力値を生かしきり素晴らしい。90秒見せました。いやいいチェイスですね。まあ踊り子のオルゴール補佐つげー。3人目っていうのは遅れてたんですが、それを取り返してくる。まあいい補佐、補佐入れた分ちゃんと伸びましたね、はい、そうですね、はい。ここで中央の動き上げたカズネコ、オフェンスが球場に向かってくるシーンになりそうです。3台回った、回ったな。固形ブラといえどこの3台分はきつすぎるよ。しかも ETC 海岸回しやばいね。半分では来ないかもしれません。そうですね。いやもうゼータ的にはだってこれ引き分け取ったらほぼ勝ちやもんな。でも強いということが分かっている風。あ見た、足が見えた。え当たらないか。足が繋がらず走り出したカズネコ。ロングはなんで当たらないんだ今の。嫌なロングですね。感謝だということも分かっている。まだ3つ溜まっていない。ここ存在感溜まってないからな。ドリースさんまで来た。余裕はないかもしれません。この硬直、なるほど。急所後のタックル、カズネコ。うわなんだそのタックル。これでロングまでのアクセスは完璧だ。オフェンス、いやーなんか当たらへん。固まりきる前に解除されました。あまりオフェンスを殴ってしまうと心理が取れてしまうと、心理の影が消えてしまうので、そうですね、オフェンスにこだわることはできませんでした。ここで破滅がダウンです。で瞬間移動などもね、切るタイミングも、まずい。オフェンスがいる分難しいですし、まずい。いやでも飛ばせるんちゃう？で飛ばせるな。ただそろそろ裏向きカードもあるだろう。いやー封鎖入ってないわ。確定球じゃ難しくなりました。あ、ハム超えてましたね。はいはい。封鎖入ってないからちょっと回っちゃったな。瞬間移動、対岸に飛んでいく。
愛でうまい。この板当てしたことによってドレスさんが無理やり回していく。回っているんですが、少しシナミもここから移動するのは難しいが、97で止まった。効果での一撃。熱は降りたのね。まあ嫌なん、2つとも封鎖。この板2枚を1つの効果で封じました。お、3釣り以上あるぞ。ドリスとなりそうですが、回ってる暗号機でのキャンプですからね。3人釣り4人釣りというのもまだまだ見込めていけそうな盤面にはなった。救助待機のドリスオルゴールを壊しに来たハンターと同じ位置にいます。ただギリギリ見えてはいないか。ある程度分かっていそうだね。やっぱ2個な、あ、1個別のところに置いてたな。いや、ここせかされるの辛いですね。まだ 53%、 ここは耐えながら、これ救助できひんかも。フラホないし、長いワープを張る準備もしながら、どのように当たらん。うま、最後の1台担当しているのはオフェンス、少し寸止めたい。押せ、ここはドリスの祭祀の連動。次のワープの準備もできていた。完璧に近づいていく。91、99、うわ、救助いけへん。まだ寸止めは待機できていない。いや、これあえて一発もらったか。飛んでしまう。もうちょっと待ちたいけど。あ、驚く飛ぶやん。待ってる余裕もないですね。アプローチもしながらでしたが、もうつかないと。うまい。いう判断で。やめさん。なんだ落ちれる。最初のワープでのスタンがアダとなりました。熱浪が跳ね返りましたね。うん。あれ、これさえなければもう一枚ワープあった。マジで4つやるよ。救助は間に合っていたかもしれません。ここでロー人形師のこのワックスコートの強さが出ました。すげえ。最後一人残されたのはカズネコ。持ち上げることまでできた。敵をしていきます。宝箱で出していく。マジで、あの3台分やで。注射器、暗号機固まってたといえど、人形師相手すげえな。注射器でかい。あの3台分されてここまでいけんの。そうですね、距離取れるアイテムないと、船下のハッチには。いやー、最果て耳鳴りが鳴りません。でもハッチ確認できた。少しずつ近づくことができる。はい、いやでも注射器で回復したところでな、回復してもな、即死取れるからな。全開して開けれたら、まあ最果てにもう一回寄ってくるのはしばらく後でしょうからね。はい、そうですね。闇さんが4釣り率かなり高が待ってるね。アイテムまた漁ってんのか。これカラスまわへんか。何を引いてか。注射何度回復するんでしょうか。いらない。いらないね。者のように体力が増えません。全然いらん。無理や、もう近づくしかない。自身の運の悪さに苛立ちながら。あ、でも注射器でちょっとずつ回復したらカラス回んへんのか。注射器はカラス回んへんからね。勉強したくれるのかこの宝箱。え、あ、ボール。うわー、結局ボール取るんかい。ラグビーボールに愛されているんでしょうか。いや、うまっ。闇さん目線、なんでこれカラス回へんねんって思ってるから。暗号機回してるんかなって思う。ボールか、ちょっと脱出のチャンスありますね。ハッチから離れたところで走り出せれば、そんな盤面です。ただ闇もなかなか離れてくれません。治療ゲージをそんなに進めてないのであれば、はい、あのハッチが、そう、あえて治療そんな進めてないよな。それがすげえわ。ハンターとしてはなぜここまでカラスが回ないのか不思議だったでしょう。見えた。ボール圏内に来た。もう先ほどある程度ボールは使っているはずだと分かっている闇。熱浪50まで不要。カツネコも勝負どころを伺っている。いつ走り出すか。いつ、なんでボール持ってんだよって。さあ闇さん、無傷からのボールでの脱出。フラッシュで飛んでた今一瞬。それでも繋がりましたね。素晴らしいコース。ヤミさん、惜しいよ。三人釣りを果たしました。もうだってもう最後のシーン、ボール使い始めた瞬間からヤミさんのワイプしか見てない。破滅の三台分のチェイスから。仕方ない。今のは仕方ないよ。誰でもなる。無理やわ。取れたっていうのはかなり大きい。立ちはだかるわ。アルフ3逃げしたら、これ3釣り3逃げで、でこのあと第4ラウンドで、第5ラウンドで4釣り4逃げファブが返したら延長戦か。えー、これ何来ると思う。ボンボン怖いよな。何使おうかな。いや、お前アンおるやん。いけアンやな。いや、アン残ってないんだらもうアンやわ。さすがに一
光ります。アルフさんが光ります。まあまあしんどいからボンボンな。おーボンボン。まあそっか、昆虫学者合うんやか。まあほんま爆弾の精度次第よな。でリースさんのオフェンスがどこで来るかも大事やね。わあ上下瞬間移動ですね。はいハンターです。そして危機一髪はオフェンスが持っています。昆虫学者サイシは室外機反射踊り子は左右2人フライホイール。ここの画面早いな。第4ラウンドの後半戦アルフのボンボン。はい、上下なのでね、踊り子を行くんや。閉鎖空間がありますからね。そうですね、少し小屋を追いやすいというのもあったでしょうけれども。10秒、まずは1つ壊していきながら残り2つをどのように使っていくか。10秒爆弾で少しこの窓枠へのアクセスを悪くしていきました。速攻ルゴール割っていく。踊り子相手を先に倒していきますが、この閉鎖空間があるということは分かっていきます。さすがにな、閉鎖空間の仕様が変わりましたから、ね、5秒。そうですね、ハンターだけ蹴れると、ね、これもう一回乗り越えてたら当たってるからね。うわー昆虫のタイミングうまい。僕は使わせなかったが、この昆虫学者の補助どう強く活かしていくか。連鎖枠弾を当ててる。虫をさばいていきながらの当ててるって。今回踊り子はフライホイール採用。この室外圏反射による加速はありません。追い方うめえ。どうかわすか。フライホイールもあるぞ。うまい。フラホ合わせていきました。5秒。難しくしていきながら通常攻撃を当てていきます。タックルの警戒もしつつね。5秒爆弾と連鎖は無理そうですよね。そうですね、ここも5秒。2秒。2秒爆弾の連鎖と避けた。うまっ。合わせてはいきましたが板まではいけませんでした。さあ中華街でフェリックスも素晴らしい回避でしたけどね。神チェイスを行ったフェリックスさん相手に2度目はないぞと。やっぱちょっと勝利条件が重たい。引き分けは内地なんやけどな。これ結構伸ばしたと思ったけど全然やな。昆虫補佐があったからその分回ってない。あとはコケ村っていうマップ自体がきつすぎる。なんでやねん。いや当てています。ちょっともういけないですね。なんでなそれ。ここは補助に来るしかない。何してんの。アッパイの昆虫学者が動き出す。通常攻撃は当たりませんでした。どういうこと。上爆弾で連鎖はさせず少しタイミングをずらしていきます。チーターですかやっぱり。半分が超えそうな。うまー、無理やり救助に来たんですが仕留め切りました。ボンボン使おうかな。スコドリもめっちゃ気持ちよさそう。そうですね、あれさえなければだったんですが。いやだってさまい救助のカバーに来ます。オフェンスは遠くまでに。あここも角度をつけた。ああ爆弾。あうまい。爆弾を敷き詰めることで後ろ裏からワープ救助した最新。ああずれてる。もう確定救助当たらず。あでも無視してる。ああ来る。ああ最新の補助も入る。ああ踊り子を守りたい。どうなってるんですか。この踊り子を守っていきたい。ただオフェンスも無理ができない。今のホームランされようたけどボンボンの爆弾で逆に守られたみたいな展開になった。ダウンを取り切った。これ以上無茶はできない。体力値なのでオフェンスはで飛び2人救助来たから暗号機回ってない。そうでここは無理はせず踊り子が飛んだ後ハブゲーミングこの3人全員で出た。うますぎ。どう繋いでいくか。最終の救助もよく入りましたよね。そうですね、オフェンス持ち上げられての方がギアじゃなかったかもしれないですね、はい。虫がもうミリです。ここでもう虫ありません。パイの位置を捉えます。立て直しは間に合ったらいきましたがフェンスが依然 1.5 そして2釣り目という現状です。この斜め連鎖狙っていくがパイはしっかりとまっすぐ走ることでかわしきります。怖え。瞬間移動作業ではありますがこの帽子かっけえな。飛んでいきました。最初すでにワープの準備はしていました。いや惜しい。入れ替わりしたかったよな。その分距離は取れませんね。敷き詰めるこの狭い位置。もう無理やて。いや避けれんて。4つ5つ使い切り最初のダウンを取りました。オフェンスも健康状態にはなれない。1個目の連鎖よう当てるな。そうあんだけ爆弾使っても当てれる自信ないわ。もうタックルを決めるかそれしかないでしょうか。なんか分からんけどめっちゃスーパープレイになったみたいなタックルするしかないですね、そうですね。
わけわからんタックル、せやな、決めるしかないな。ただ決めさせてくれるのか。どうかわすか。うわうんま。それ連鎖さして止める。ネリスは救助に行けません。もう一回、もう一回タックル、もう一回タックル、もう一回行くしかねえ。解毒が上がる。でも爆弾置かれるだけできつい。回す時間がないですね。アルフが押し続ける。次のお客様。やてるの馬、ま、その連鎖綺麗は。昆虫学者連鎖。ああオフェンス陣だ。オフェンスに当たっていました。ああ昆虫学者を務めた。おこの人ボンボンでええやん。ボンボンでの4人釣り。絶対王者は止まらない。ダメだ。5連覇に向けてボンボン使さあかんわ。進んだのはゼータディビジョンとなりました。うまっ。4釣り3回、第4ラウンドあって、4回中3回。準決勝でね。てか第3ラウンドの引き分け強すぎたわ。さすがにアルフさんやな。アルフさんが4してなかったら破滅さんかもしれんけど。はい、取り切ってるわけですね。最強。申し分ないです。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、良ければコメントのほどよろしくお願いします。それでは皆さん、次の動画で。バイバーイ。